早熟なせいで急に身長が止まることはあるかっていう質問なんですけども、あながち嘘でもないです。骨ポキポキに関しての真相が何とも言えないね、あれね。コメントとしては新規症状も大事なんですけども、新規は開始した年齢ってすごく大事なんですね。身長ビヨーン、医師学科学生整形外科専門医、身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊でね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長の増した人はチャンネル登録よろしくお願いします。本日お話しさせていただくのは身長先生記念45番目ということで、44番目のコメントの中からですね、ピックアップして答えていきたいと思います。準備よろしいでしょうかってことですね。今回ね、無料最終身長予測もねやっていきますので、ぜひ楽しみにしててください。ということで、サムネにもあります通りね、無料で最終身長予測をしていきたいと思いますので、今回はね5人のデータを取ってきましたね。それでまず1人目ですね、クラロワさんということで、15歳3ヶ月164センチ、14歳10ヶ月162センチ、13歳10ヶ月158センチ、12歳10ヶ月154センチ、11歳10ヶ月151センチ、10歳10ヶ月141センチ、遺伝身長 176.5 ですと。脇が左に2本生えていますが、右は1本も生えています。170センチ可能性はどのくらいでしょうかというところですね。今回ねこのクラロワさんのですねデータを成長シートの方に書き起こしていきます。成長シートもねこんなような形になっております。こうやって見てみると、11歳と10ヶ月の時点で一番右側に来てる、その時がプラス 0.5SD ぐらいってことで、その時期にそのままね単純に平均的身長伸びていくと 173.6 から 174.5 のペースにいらっしゃるね。真下に降りていった数字が平均的な伸び率ですかね。ただしそこからですね、どんどん左側にシフトしているっていうような図になります。この字を描いていて、11歳の10ヶ月がピークにだんだん身長低くなってるってところになりますので、ここからは明らかに早熟タイプっていう風になっていきます。遺伝身長は 176.5 ということで、まあ、高いんですけども、13歳以上だとほとんど遺伝身長あまり考えないかなっていうところですね。脇毛が2本生えてるってところで、一つ参考になるかなと思うんだけども、ここからは非常に早熟傾向が強い表現でありますので、今の身長ですね、15歳と3ヶ月164センチ、ここから平均的に伸びていくと 167.3 から 167.9 ということはこの表から分かります。ですので今回に関して言うと、その平均的伸び率よりも低いということが推察されます。今回予測してくれというふうな表現があれば、 164.5 から 166.6 ぐらいが予測値になってくるかなというふうにも思います。ただね、採血とかレントゲン取ってみると全くもって別の結果で実は盤石だったってこともありえますので、そこね諦めずにやっていくといいんじゃないでしょうか。次、0304チーさんですね。いつも拝見させていただいております。私が低身長のため子供たちに大きくなってほしいなと思っている2児の母です。私は150、主人が168なので予測身長高くないです。現在5歳3ヶ月の娘が110センチなので、5歳で身長が決まるというのが気になります。低身長夫婦で子供たちが背が高い方だというケースが周りにあまりいないので、この先伸び率が気になります。あと睡眠と運動に気を使っています。生まれた時は50センチは2712グラムでしたとかですね。長文失礼しましたと。2年前東京済みでしたので、お近くでした先生のクリニックに行きたいですと。極論が申し上げると、両親小柄なのに身長が割と高めの子供の最終身長が気になる、そういったケースのデータをまたお話ししていただけたら嬉しいですとかですね。この方は少しデータを見てみましょうということで、また成長シートの方ね出してみます。この成長シートですね、無料で配布してますので、公式 LINE の方に成長シート希望というふうに送っていただき送ります。こちらの表を見てみると、5歳と3ヶ月で110センチねということで、この表に当てはめてみると、平均的この身長の比率が159.9 から 160.6 センチというペースになりますので、確かに遺伝身長が 152.5 ということを考えると、だいぶね高いっていうところになります。この方がじゃあ将来どういうような身長経緯をたどっていくかっていうところになります。一つ疑問に思ったのが、5歳で身長が決まるっていうふうにお書きいただいてるんですけど、それはちょっと多分何かを誤認されてらっしゃるんだと思います。5歳で身長が決まるということはまずありえないと思います。私がお伝えしたのは、5歳で身長を1回予測することができるよとかですね、予測するっていうことと身長決まっているってことは全く別の話になります。このね方がどういうふうな身長伸びていくかっていうと、今のこのお話のこのデータだけでいくと、この方の最終身長予測っていうのは160前後でしょうみたいな表現ですね。ただしどちらかと160を遺伝身長から下回る可能性が高いでしょう、それぐらいのコメントしかできないわけになります。ただ両親の身長が低いのに子供の身長が高いパターンはどうなるかっていうところね、ここは一般論というか、よくあるあるパターンで言うと、成長シートで言うと高いところからだんだん左側にどんどん単純にシフトしていく、普通こう盛り返すんですけど、盛り返すと単純にこう下落していくタイプというか、そういったタイプはよく見ますので、5歳、これで次が5歳6ヶ月、5歳9ヶ月というふうにですね、身長計測していって、この成長してどんどん左にシフトしていくような傾向が見られれば、そしたら最終的に大体そういうパターンだと遺伝身長に集約することが私多いように思います。ただしそうではなくて、単純にね5歳から9歳ぐらいまで、いわゆる新規始まるぐらいまでずっと真下に降りてくるようなタイプの子であると、その子は単純にお父さんお母さんと比べると非常に高く最終的には身長になることも多いですので、ここからですね、約3年間ぐらいですね、しっかりと成長シートつけていただいて経過を見ていただくといいんじゃないかなと。
と、もちろんね、クリニックに来ていただくとよりその正確なことがお伝えできると思います。次、もぎもじゃんさんですね。父親172、母親156、長女150、次女169、14歳8ヶ月、中3ですと。13歳に陰毛が生えて、14歳になってすぐぐらいに声変わりをして、最近体毛が濃くなっており、ニキビが増えてきました。今160センチ、最終どれぐらい行くと思いますか？おすぐっと夏休みに来ました。周りに高い人がいて、本当に悩んでるので、もし答えてくれたら嬉しいですと。このお子さんのまたデータをね、成長したものに当てはめてみましょう。こうやって見てみると、14歳とね、9ヶ月のところで、疑似的にこういうふうにプロットしてみるわけですね。なので、このお子さんが平均的に伸びていくと、まずどうなるかというと、この成長のシートっていうのは、日本人の平均的な身長伸びを表にしたものですよね。ですので、単純にいくと、このまま真下に降りるというような計算になりますので、茶色で示したところで、166から 166.6 のペースにいらっしゃるということがわかります。これに対して、成長の速度がね、早く出る。ここから伸びるっていう意味だと、盤熟って意味ですよね。盤熟であれば、より一層高くなりますし、早熟であれば、この今お伝えしたと166よりも低くなる可能性が高いわけになりますので、それがどちらかっていうところを検討していくような形になります。通常の診察であれば、ここに対して現在身長に対して過去の身長、そして骨年齢、思春期症状、あとは両親の身長とか、そういったところを測しておけるんですけど、今回ね、骨年齢とか測れませんので、この簡易的に思春期症状を見てみましょう。13歳で陰毛が生えて14歳になって声変わりをしたっていうところから、そうやって考えると、このお子さんに関して言うと比較的盤熟タイプっていうような印象になります。オスグッドが来たかどうかあまり関係ないんだけども、少なくともですね、すごく早熟という印象を受けないなっていうところになりますので、このお子さんのこのデータだけでいくと、14歳って声変わりがですね、比較的遅いことを考えると、盤熟タイプの期待が立ちますので、167.3 よりは高くなるんじゃないぐらいのお伝えはできると思います。ただし、これで、ね、絶対に170センチ行くよとかっていうような内容でもないと思いますので、注意しながらね、経過を見ていくといいんじゃないかなというふうに思います。次、釈迦三尊さん。自分は早熟の方だと思うんですが、成長してて真下に順調に伸びていて、最終身長は182ぐらいです。早熟なせいで急に身長止まることはあるのですか？目標は180センチです。14歳7ヶ月 178.5 センチです。脇毛14歳になったぐらい、陰毛12歳ぐらいです。母親171、父親168ってことですね。早熟なせいで急に身長が止まることはあるかっていう質問なんですけども、これはですね、あながち嘘でもないです。早熟なお子さんに関して言うと、例えばなんですけど、骨端線がまだレントゲン上で開いてるにもかかわらず、身長の伸びがほとんど期待できないというか、全然伸びてないなというふうに思うこともありますので、もちろんね、一応理論じゃなくて徐々に止まっていくんですけども、急速に身長が止まるような印象を受けるぐらいのこともあると思います。ただし、このお子さんに関して言うと、成長シートで真下に伸びていってて、陰毛が12歳ってことなんで、その超極端に早熟っていうことでもないのかなと思います。このお子さんの場合は、ご自身の記載していただいて、成長シートね、こちらを見てみると、14歳6ヶ月でね、今のペースですと、最終的には 182.5 とか 183.3 になるわけですね。この成長シートですね、日本人の平均的な伸び率をね、記載してますので、そういったような予測が立つわけになります。このお子さんに関して180が目標ということですので、まあ、穴がち悪くないのかなというか、ここからはなんとなくいきそうかなっていう印象も十分受けますね。特に今の身長 178.5 ですね、ここから 1.5 センチは、ね、十分に伸びるかなと思います。目標の180センチに十分到達するんじゃないかと私は思います。これもね、検査してみると全くね、真逆のことが考えられるパターンもあると思うので、まあ、注意が必要だと思います。じゃあ今回ね、最終身長の最後の方ですね。ヤバトンさん。父親160、母親163。11歳3ヶ月145センチ、12歳3ヶ月153センチ、12歳7ヶ月155センチ、13歳3ヶ月158センチ、14歳0ヶ月165センチということで。陰毛は11歳6ヶ月で生え始めました。脇毛13歳0ヶ月で生え始めました。あと何センチ伸びるでしょうか。目標172から176ですってことですね。この方もいつも通りね、成長シートを当てはめてみましょうと。当てはめてみると、陰毛が11歳6ヶ月で生え始めたってところからすると、ちょっと早熟傾向が強いんですけども、ただこうやってね、表にしてみると、比較的平均的に少し伸びてるって印象を受けますので、この方に関しては今の身長からは 172.8 センチぐらいのペースっていう表現になりますので、まずはそこが一つの大きな基準だと思います。ただし、新規症状が早いってことを考えると、172.8 よりは下回るでしょうみたいな表現だと思いますので、現在の身長165ということを考えると、168.9 からですね、今一番高くて172ぐらいみたいなところが、測定としては正しいのではないでしょうかということで、今回ね、目標172から176ということで、172がね、実際のリアルな目標値になってくるんではないでしょうか。ということでね、無料最終身長予測ね、今回は5人かな、やってみましたけど、いかがだったでしょうか。あとちょっとね、何個か質問に答えて、今日は終わりたいと思います。小雪さん、遺伝身長プラスマイナス9センチとありますが、統計的に見たらプラスになる人とマイナスになる人、どちらが多いとかありますかって、この質問が出ることが私としては面白いですね。統計的に見たら、それは間違いなくなんですけど、プラスの人とマイナスの人が同等に存在するってことよね。そうじゃないと、どんどんその式が成り立たなくなってくるわけですから、あとはその統計的に見たときにね、プラスの人が多ければ、だんだん身長は高くなるってことね、それはね。ただ今、日本人の平均値はあんまり年間通し変わらないってところを見ると、プラスの人とマイナスの人は同じぐらいの量でしょうってところですね。次、ネルコさん。運動すると成長ホルモンが分泌する量が増えると過去の動画でおっしゃってましたが、身長は睡眠中にしか伸びないと思ってるんですけども、運動した時に分泌された成長ホルモンと睡眠中に分泌された成長ホルモンは相関性があるのでしょうか。確かにこれいい質問だね。身長が睡眠中にしか伸びないってのは確かにイメージはわかります。ただし多分実際問題は普通の日常生活の中でもおそらく伸びてると思いますけど、骨が代謝し続けるわけですから、夜しか代
代謝してないってことはないわけですから、夜も大事だけども昼の日中の成長ホルモン大事でしょうと。相関性っていう表現は難しいんだけども、少なくとも運動はした方がいいし、睡眠は当然ね質が高い方がいいってところだと思います。次、フランケンバトバサの意思を継ぐもの、質問です。亜鉛や鉄など普段の食事はなかなか取れないけど身長にいい栄養素ってあると思うんですけど、それらは全てサプリメントが取ろうとして 2,3 種類のサプリメントは毎日取っても身長にいいですか。もちろんできることはちゃんと食材から取った方がいいのを理解しています。サプリメントに関してはまず子供用のサプリメントであれば摂取してもいいでしょうというところですね。あとサプリメントね、肝機能障害を起こしたりだとかリスクもありますので、そういったのを十分加味してね取っていただくには私はまあいいんじゃないかなと思います。ただね、全ての方にですね推奨するような内容ではないと思うんでしょうね。 78HU 風花さんかな、 HUKA さん、エア縄跳びなどのジャンプ系は他の運動に比べて身長伸びやすいですか。まあ、悪くはないでしょうって表現だと思いますね。いいと思います。次、みーこさん、中1で早熟です。1ヶ月に1度猫背矯正横脚で整骨院に通っていて骨をポキポキ鳴らされています。猫背や横脚は少しずつ良くなっているのを感じますが、骨をポキポキ鳴らされること自体が成長にいいのか良くないのか気になります。教えてください。骨ポキポキね、うん、骨ポキポキに関してはお医者さんはあんまりいいと思ってない人が多いですよね。真相が何とも言えないね、あれね。我々西洋医学を学んだ人間からするとああいったことはあまりやらないですよね。ただどれくらい本当にじゃあ悪いのかってことも言い切ることも難しいし、そこはねまあ表現は難しいです。コメントとしてはまあ何とも言えませんっていうところが正確な回答になってくると思います。次、ジラジーラさん、質問です。どうして陰毛の生える年齢と声変わりをする年齢は最終身長を予測するのに他の思春期症状より重要なんですかとかですね。他の思春期症状も大事なんですけども、思春期やっぱ開始した年齢ってすごく大事なんですね。最初の方にそういったのを認めるのが陰毛だったりだとか声変わり、思春期症状の初期として出てくるので、それで重要だという表現ですね。あとはね、陰毛と声変わりは通常陰毛の方が早いので陰毛の方が重要なんだけど、ただ陰毛で何歳に生えましたかって答えが結構嫌な子多いので声変わりも結構聞くことも多いです。次、バングさん、1年早熟の場合高校でどれくらい伸びますかとか、ね、平均的に見たら高校生16歳0ヶ月が2センチ程度なので、1年ぐらい早熟だったら1センチぐらいしか伸びないでしょうってところが、ね、答えだと思います。次、レンコンさん、15歳身長168センチなんですが去年と比べたら2センチしか伸びませんでした。これが伸びやすかってことですね。去年2センチだったとすれば今年1センチ、次の年は 0.5 センチぐらいってところで、これ今 1.5 センチぐらい伸びるといいなみたいな時期だと思います。こんな感じでいいかな。今回もねこんな感じで身長に関する、ね、疑問に答えていきました。皆さんもね身長に関する疑問がありましたらぜひコメント欄の方に記載お願いします。ピックアップしたらこんな感じで答えていきたいと思います。それではまた、身長ビヨーン、バイバーイ。